港内のコンテナターミナルの一つ。背後には、ジェノバ市街がある古代において、ジェノバは、強大な海洋国家であり、華麗な都市としても知られていた。ジェノバ港は、地中海に面するイタリアの国内で、有数の海港である。5160万トンの貿易量があり、トンカズでは、イタリア最大、TU では、ジョヤ・タウロのトランシップ港に次いで、2番目の規模を誇る。 この港は解体場所としても使用されており、コスタコンコレディアが解体された港としても知られている。フェリーターミナルジェノバ港の面積は、約700ヘクタールの陸地面積と500ヘクタールの水面積からなり、海岸線22キロメートル以上にわたって続き、47キロメートルの沿岸道路と30キロメートルの現役の頭が存在する。 港には4つの主な入り口がある旅客ターミナルの不当は25万平方メートル以上にわたっており、クルーズ客船のための5つの停泊地とフェリーのための13の停泊地がある。また、年間400万人のフェリー旅客150万台の自動車と25万台のトラックを輸送できる。ポンテデーミンデの歴史ある乗り場は現在技術的に発展した。 クルーズターミナルとなっている。世界で最も近代的な空港を参考に設計された施設で何千人もの乗客を運ぶ最新の客船の上下線がスムーズに行えるようになっている。3番目のクルーズターミナルは現在、穀物輸送のための埠頭が存在したポンテパロディの再開発エリアにて建設中である。港内には2つの大きな灯台がある。 高さ76メートルの歴史的なジェノバ灯台と港の東端に位置する小さなプンタバグの灯台である。ジェノバ国際ボートショーが開催される展示センターのマリーナコンテナターミナルや旅客ターミナルの他にも造船所や他の産業、貨物施設が校内には存在し、さらに多くの小ネやヨットが停泊するいくつかのマリーナもある。ありがとうございます。